はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1993年イギリスで行われた飯塚貴之対テリー・ルージの試合を振り返ってみたいと思います。新日本プロレスの新星飯塚貴之が新日本プロレスの創世期にスティーブ・ライト、ピート・ロバーツらとともにヨーロッパの強豪の一角を形成したテリー・ルージに挑みます。テリー・ルージは全盛期とさほど遜色のないコンディションを保っており、今や日の出の勢いにある飯塚と遜色のないファイトを展開します。90年代に入り、キャッチレスリングの担い手が急速に減少していく中、ルージの存在は非常に貴重です。序盤戦、ルージは徹底した腕決めだけで試合を構成します。こうした技術こそ今回の遠征で飯塚は大いに取り入れていくべきでしょう。序盤戦から中盤戦に差し掛かっても両者の白熱の攻防は引き続き続いていきます。テリー・ルージは新日本プロレスに4回来日しており、特に木戸治は好敵手であり、何度も好勝負を展開しました。一進一退の白熱の攻防は最後、飯塚がフライングニールキックからのフィッシャーマンズスープレックスでルージを仕留めました。飯塚にとっては価値ある勝利となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。